久保さん味の向こうう側にしましまょうか僕はあの松本人志の滑らない話の田村さんだから味の向こう側の話が非常に好きでご飯をね噛みしめると噛みしめるとまあ貧乏でねそれは満腹貧乏でもどう満腹をこう中止満腹させるかってねご飯を噛み続けるとそ <laughs> うすると噛み続けるとその先に ほわみたいなね、これがあるんですみたいなしゃべってましたけどでもそれってか噛んだ人しかわかんないですよね噛み続けたその状況かそのね本当に、ま、貧しいその状況かそして、まあ、ご飯を噛み続けると多分おそらくなんだけどもじゃあそれがホわって本当に来るのかって言って噛んでもホわってこないかもしれないですねそれはその状況かそういう本当に極業の状況下で噛み締めたとだから別に ねお腹全然空いてないっていう状態で本当にそのフォアが来るのかなフォが来るのかなっていうでも来ないかもしれないですねだからその人にしか分かんないことがあるってことですねその人にしか分からないことがあるからこそ伝えていかないといけないってことですねその人にしか分からないことがあるんだからうんでもそれを伝えた伝えても理解はできないとでも理解はなくたったとしても まあしつこくね言い続ければハッとする瞬間があるかもしれないだからそれも言い続けた人にしかわからないっていうね <laughs> そうだ僕もねあのー、ずっと商品売ったりとかずっとやってますけど、まあ、言い続けてる結果どういう現象が生まれてるのかっていうとやっぱその気づいてねよしやるぞっていうふうにあのー なんだ腹くくってねまたやろうぞっていう人がこう出てくるもうこれじゃダメだっつってねこんなやってたらダメだっつって気づいてねでもそれも言い続けないと気づかないところがあるし、うん、まあ地獄って何なんでしょうねうんまあ今はね僕はね地獄ではないですね天国ですね人生は天国であると。 そう地,地獄まあまあ一言言言うと地獄なのかもしれないけどもうーんね久保さんも僕もそうですけど病に倒れて辛い思いすることも今後あるかもしれないですしでその状況がなったら毎日ね点滴打って例えばなんかがんになりましたとでその治療しんどいですよね多分ねうんだけどなんだろうな 地獄の中に天国があり天国の中に地獄があるっていう、うん、まあ結局それも捉え方次第かなってでもそのもしその捉え方をうまいように捉えることができる成長してるんだったら地獄ですら天国に変えることができるよということじゃないですかねでもそれ,それがまそこの極地いろんな捉え方ができないいろんなものの角度で見れなかったら多分地獄は地獄のままなんでしょうね うん多分まあその千日解放業のを成し遂げたお坊さんが言ってたその言葉の先を僕は読み取ると確かに人生は地獄であるとただその地獄の中に天国を作れるか作れないかはあなた次第だよっていうメッセージが隠されてるんじゃないかなと思いますね大まかに言ってしまうと一言で言ってしまうとうん地獄だともう本当に細かく言ったらねだって食べなかったら死ぬわけじゃないですか 空腹にもなるし生きてるっていうことは生きてるということはお腹もすくし空気も吸わないといけないし寝なきゃいけないしいろんな欲に、ま、いろんな欲が出てくるし、ね、お腹も痛くなる時あるし下痢の時もあるしそう一昨日だったかな僕下痢でめっちゃ「うわ痛え」みたいな、ね、でもこれ生きてなかったら下痢になんないじゃないですかね <laughs> 久保さんもね、下痢、腹痛を起こしたことあると思うんですよね、生きてる間。トイレにうずくまって、うわ、マジ最悪、みたいなね。<laughs> だから、生きるっつうのは地獄だと。い、う、ろ、ん、んな地獄があるよと。いろんな細かいこと言うと。だけど、捉え方、考え次第で天国はいくらでも作れるというような、言ってないですけどね、そのお坊さんは。お坊さん言ってないけども、うん、まあ、深掘りすると、まあ、そういうことなんじゃないかなっていうところですね。言ってらっしゃい